アルギニンは天然に存在するアミノ酸の一つ。2アミノマイナス5、グアニジノペンタン酸のこと。略語は R あるいは ARG。英語発音に基づき、アージニンとも言う。非筆アミノ酸。可電極生息酸アミノ酸。塩基性アミノ酸の一種で、タンパク質を構成するアミノ酸としては最も塩基性が高い。非筆アミノ酸ではあるが、成長期には摂取が必要。 抗原性を持つ。尿素回路の中間体であり、投与によりアンモニアの生体内下毒を助ける。尿素回路内で、アルギナーゼにより、オルニチンと尿素に分解される。アルギナーゼの欠損により高アルギニン結晶になる。条件付け必須アミノ酸の一つ。外傷、褥瘡、感染などの侵襲下においては、十分な補給が望ましいとされる。免疫反応の活性化。 細胞増殖を促進し、コラーゲン生成促進などにより、創傷や褥瘡の地位を促す。ヒストンやプロタミンといった核タンパク質での顔料が高く、魚類プロタミンでは全体の3分の2がアルギニンになっている。食物では肉類、ナッツ、大豆、玄米、レーズン、エビ、牛乳などに多く含まれる。クエン酸回路のケトグルタル酸から、 アルギニンの生合成が始まる。ケトグルタル酸からグルタミン酸が合成され、N アセチルグルタメートに変換され、この物質が N アセチルグルタメートキナーゼにより N アセチルグルタメートリン酸へと変換される。次に N アセチルグルタメートリン酸はオルニチンに変換され、オルニチントランスカルバミラーゼによりシトルリンに変換された後、アルギニンとなる。アルギニンは、 体内での代謝過程で一酸化窒素を産生する。脳が産生されると血管は拡張し、血液循環を促進する。脳産生による血流改善により、動脈硬化の予防、改善、神経系、免疫系への作用が示唆されている。比較的安全な物質と考えられる。ありがとうございます。